シャローシラジオサニーデーフライデー。はい、こんにちは、田村陽太です。今日もね、一人語り会をしていきたいと思うんですけども、今日のテーマは身近なことから楽しみを見つけようっていうテーマでお話をしていきたいなと思います。今回のテーマにしたきっかけはですね、最近聞いているポッドキャストで、ライフトーク、ビジネスリーダーが語る暮らしの哲学を最近聞いているんですけれども、こちらのポッドキャストを聞いて、あ、このテーマにしようと思いました。ライフトークさんはですね、若新雄純さん、テレビとかのコメンテーターされている若新さんと、あと日鉄興和不動産の白木さんがやられているポッドキャストでして、いろんなゲストの方をお呼びして、その方の暮らしの哲学を聞いていくっていうポッドキャストです。で、一番最初のポッドキャスト回で若新さんをその白木さんがインタビューするみたいな回があったんですけど、その中で若新さんが暮らしの哲学で大事にしていることということで、二度寝が好き、二度寝が好きだということで、たとえまあ自分の暮らしが脅かされていても、例えば、まあ、自分がね、まあ、ないと思うんですけど、まあ、投獄、刑務所に投獄されたとしても、その中ではやっぱ二度寝する権利はあるよね。これは誰からも脅かされないものだし、自分の、まあ、どんなこと、どんな環境においても身近にできる幸せということで、この二度寝は、大事にしてできるっていうところは死守していきたいなって話をしていたんですね。この考えって僕も、まあ、プライベートでも仕事でもすっごい大事なことだなっていうふうにはめちゃくちゃ思ってます。まあその自分以外の例えば外部環境であったりとか他の要因とかにそういう依存した状態で、まあ、自分のプライベートであったりとか自分の仕事に、まあ、楽しみを持つことってめっちゃ危険だなと私は思ってます。まあ、例えば、まあ、お友達とか知り合いの、まあ、勧めに従って、まあ、何か事業をしたと。それによって、まあ、失敗した場合に、いや、あなたに従ってやったのに、なんでこんな失敗しちゃったんですかっていう形で、まあ、他責に思考になってしまうパターンっていうのもあったりするじゃないですか。まあ、例えば、その、他にもお客さんをね、信じてたのに、まあ、裏切られてしまったりとか、まあ、同僚の方が、いや、今度は同僚とか上司の方が、いや、今度昇給するよとか、今度昇進するよって言ってたんだけども、結局は昇進もされなかった。他の方が昇進された。うわ、前言ってたのになんでだよみたいな形で、その自分じゃなくて、その他の方に、まあ言われたことに対して、それに対してまあ信用して、幸せを掴んでいくみたいな、それによって自分の、なんですかね、居場所を作っていくみたいなことって、結構まあ危険かなっていうふうには普段私は思ってますね。で、私も、まあ、標語として、自分の格言として好きな言葉として、その、信頼しても信用するなっていう考えがめちゃくちゃ好きです。すいません、これ誰が言ったかちょっとわかんないんですけども、結構僕大学生ぐらいからすごい大事にしてることでして、自分のね、もう居場所というか、自分はこういう風に生きていこうっていうような考え方っていうのは必ず自分の中で持っておいた上で、まあ、たとえそのお客さんであったりとか他者からね、まあ、自分が思っていたことがまあ実現しなかったとしても、その他者から例えば裏切られたとしても、あ、それはもう自分でもうリスクヘッジしていたことだし、たとえ失敗してもまあ仕方ないよなっていうふうに思えておくことって、まあ、めちゃくちゃ重要かなっていうふうに私は思ってます。まあその無責任に、その自分はあなたを信用したから、あなたがやってくれるよねみたいな、ある意味それってまあ丸投げというか、まあ、責任を他者に押し付けてるわけじゃないですか。ただそれを押し付ける前に自分の中では、あ、これこれこういう風に動いたら自分の中では、まあ、責任を取れる範囲にできるなっていうようなところを自分の中で考えをまあ確保して、まあ、それでいろんなまあプライベートとか仕事とかっていうのを送っていくことっていうのは、まあ、自分もそうですし、その他者、相手の方にもそのいい関係で、例えばトラブルが起こった時にでも特にまあ問題なくというか、そこまでこうトラブルなく、解決、まあ、生活できるものだかなっていうふうには、私は思ってます。そういうね、身近なことからというか、まあ、その自分の中で楽しめることであったりとか、自分の中での責任取れる範囲で楽しみを見つけるってことは、非常に私は重要かなと思ってます。で、今日はですね、ちょっと長くなりましたけども、身近なことから、自分のね、身近な楽しみっていうのは何かなっていうところを、まあ、お話ししていて、まあ、それは自分のね、仕事であったりとか、プライベートを送っていく上でも重要なことだよってことをお話ししていきたいなと思ってます。で、私の身近な楽しみ
まあ、若新さんに習って、私の普段どんな状況でも自分の楽しみを追い求められるな、みたいなことって何かなって思ったんですけど、まず一つ目がですね、私はコーヒーが好きなんですよね。はい。まあ、コーヒー、自分で、コーヒーの粉買ってきて、まあ、それにこう、お湯入れて飲んだりもしますし、あと、まあ、コンビニとかでね、例えばセブンイレブンとかで、買ってきた、まあ、コーヒーを買って、まあ、飲んだりはしてますね。こう、仕事をする上で、コーヒーを飲むっていう時間はすごく私は大事にしています。こう、まあ、普段のね、まあ、仕事であったりとかプライベートとか、やっぱ流されていくじゃないですか。やっぱ忙しくなったりするんですけども、そのコーヒーを飲む時間っていうのを持つことによって、まあ、自分の頭で何か考える時間を持つっていう上でも、すごい重要にしてます。私の大学の恩師の先生が、私が大学2年ぐらいだったかな。まあ、先生のところにこうお伺いするというか研究室に行くことがあって、まあ、ちょっとまあ人生に悩んでたとかという、悩んでたというか、なんかこう、多分相談したと思うんですよ、悩みとかをね。した時に、田村くん、まず最初に、コーヒーを10分かけて飲むことから始めなさいっていうふうに言われたんですよね。それなんでですかっていうのは、その時には聞かなかったんですけど、その1年後、2年後にもう一回その同じことをまあお話しした時に、こういうことですかって言ったら、やっぱそうだったので、大事なことだったんだなっていうふうに思ってるんですけど、コーヒーを10分かけて飲むっていう、その、ゆっくり時間を過ごすっていうことに重きを置かなきゃいけないっていうのを教えてくれました。要はその、行き急ぐなというか、まあ、いろんな、やっぱ大学生の時だったら、やりたいことがいっぱいあって、自分もやっぱいろんな方と、ま、接していく上で、あ、こういう風になっていきたいなっていう思いが、ま、あるわけじゃないですか。まあ、そのためにいろんなことを、ま、こうやらなきゃなっていうことで、まあ、日々、こういろんなことに追われちゃうんですけども、そんな中でも、今自分がどんなことを考えているかっていうのを、定期的にこう振り返る時間を作れ。まあ、それは大事にしろっていうことを、私はもう先生から教えてもらった。と思ってます。コーヒーをね、私はその大学時代からずっと、まあ、まあ時間をかけてね、飲むっていうのを、まあ普段から意識していますね。はい。で、二つ目はですね、あと散歩ですね。はい。散歩が好きで、まあこれまあ自分の仕事、まあ仕事ってまあそのワーク、そのやんなきゃいけないタスクみたいなお仕事、まあ、机に座って、まあ、お客さんから言われた仕事をするみたいなお仕事もあれば、あとその自分の、まあ、今後の事業、未来のことを考える仕事。まあ、いわば、まあ、クリエイティブなお仕事。まあ、このワークとクリエイティブ二つあると思うんですけど、私はこのクリエイティブな時間を作るために散歩をしてます。まあ、そのポッドキャストをね、自分の好きなポッドキャストを、まあ、めちゃくちゃダウンロードして聞きながら、まあ、30分とか1時間とか、まあ、いろんなとこですね、まあ、河川敷であったりとか、まあ、家の周りとかっていうのを、まあ、歩くようにはしてます。あともう一つは、料理ですね。はい。私は、普段プライベートは、自分で料理をすることって結構多いんですね。私はあんまりその掃除とかが得意じゃないので、奥さんには清掃とかお願いして、私は料理。を担当することが多いんですけども、このポッドキャストを聞きながら、こう料理をすることって、めちゃくちゃ楽しいんですよね。まあ、この在宅とかでね、仕事をしている中でも、ちょっと仕事が行き詰まった時に、今日の料理何しようかなとか、晩ご飯何しようかなとか、明日以降のなんか作りだめしようかなとかって考えてるのって、めちゃくちゃ楽しいんですよね。はい。脱線しますけど、なんか料理ができる人みたいなことって言うじゃないですか。なんか料理ができることって、なんかその味がどうとか、調味料のなんか分量がこうとか、そういうことっていう、まあまあレシピがあるから、もう誰でもそんな同じように従ったらできると思うんですよ。今情報がいっぱいある中で。なんか料理ができる人って私個人的には、この具材とこの具材があった時に、あ、この料理を作ったら多分一番うまいなっていう、そういう道筋を考えられる人が、僕料理ができる人かなっていうふうには、個人的には思ってるんですね。なんかいろいろ、なんかね、料理研究家の方からなんだお前って言われるかもしれないんですけど、私はなんか普段そう思ってて、なんか別に買い物行った時とか、なんかマルシェに行った時とかに、あ、こんな野菜が売ってるなとか、あ、こんなお肉売ってるなってなった時に、あ、家の調味料と食材の中にはこれがあるから、多分これ買ったらこれができるなっていうのを、すぐさま思いついて、あ、じゃあこの食材買おうとか、これは買わないっていうのが、こう、取捨選択できるような、のが、私料理ができるものだなっていうふうには思ってるんですね。はい。
なんかそういうのを考える時間ってめちゃくちゃ楽しいですし、なんかこの料理してると、なんか料理って、なんかいろんな料理をまあ並行して作るじゃないですか。まあ2品3品っていうのを、まあこういう風な形でまあ作っていこうってまあ考えると思うんですけど、いろんな、あの料理をこの順番に作ったら、ぴったしこの時間に終わるなっていう、そのパズルをこうはめていくみたいなのがめちゃくちゃ好きなんですよね。前なんかどっかの回で仕事は線と点でしろみたいな話をしたと思うんですけど、私がこう動いてればずっと動かなきゃいけない仕事と、ちょっとまあ火をつけたりとか煮たりとかっていう、私がしなくても勝手にやってくれる仕事っていうのをこうパズルでこう組み立てていって、この時間内に終わらせるみたいな、なんかそういうのがねめちゃくちゃ楽しいんですよね。はい、なんかそういうのもなんかあってめちゃくちゃ楽しくしてます。あと身近な楽しみで言うと、お風呂に入った後の柔軟体操ですね。はい。私、カイロプラクティクス行ってんですけども、その際にもやっぱり運動のね、重要性っていうのをめちゃくちゃ言われているんですよね。はい。やっぱ運動していかないと、やっぱその体の温度、体温っていうのも下がっていくし、まあ結構私冷え性なことも多いので、その基礎体温っていうのも低くなっていくので、定期的に体をね、動かす習慣はつけようとは思ってるんですね。で、一番手っ取り早いのは、まあ、マラソンしたりとか、筋トレしたりとか、そのジム行ったりとかした方がいいと思うんですけど、なかなかまあ仕事とね、育児の両立もしなきゃいけない状態の中で、まあ限られた時間で何しようかってなった時に、まあ先ほどお話しした散歩もそうだし、あとはこのお風呂上がりの柔軟体操っていうのをまあ意識してますね。普段からこう体を柔らかくすることによって、あ、昨日よりはすごいここの辺が伸びてるなとか、あ、ここら辺に関してはちょっと痛いなとかっていうのを体のチェックもできますし、いかんせんこう自分のね、昨日の状態からさらに今日は良くなったなっていうのが、こう毎日こう点検できる点でもすごい楽しいなって私は思ってます。なのでやってますね。で、もう一つはまあ銭湯に行くこと。はい。まあ、銭湯は、私サウナも好きなんで行くんですけども、まあ、これもあれですね、先ほどのワークの時間じゃなくてクリエイティブな時間を作るために、行くようにはしてますね。あとその先ほどのコーヒーの話もそうだったけども、こう普段ってやっぱ仕事したりとか何するにも、やっぱ急いでやんなきゃいけないみたいなことって、まあ、なりがちなんですけど、こう銭湯に行くときには、こう自分の体をゆっくり洗うこと、こう一つ一つの動作をゆっくりするっていうのを意識してやってますね。まあ、体洗う際にも、もう腕とか首とかこう洗う時にも、こう丁寧に洗って、あ、どんな状態なのかなっていうのを、一個一個の動作をこう丁寧にすることによって、まあ自分の、まあ、落ち着きを取り戻すというか、まあ考えを整えるみたいな形でも、まあ言ってますね。はい。っていう感じにしてます。で、まあまあね、まとめをね、お話ししていきたいと思うんですけども、まあ身近なね、ことっての楽しみということで、普段こう、こんなことやってるなっていうのをお話ししたんですけど、まあこれって、まあ他者が別に介在してくるものじゃなくて、まあ自分のやれる範囲で、あ、でもこれ楽しいなって思えることを、まあ積み重ねていってるわけなんですよね。なんかこれって、会社で働く姿勢としても、すごい重要かなと。まあこれ別にサラリーマンであっても、会社員の方、経営者の方、いろいろ関係ないと思うんですけど、まあたとえその、会社から評価されなくても、たとえお客さんから評価されなくても、こうなんか自分のね、頑張りとか成長を、まあ自分で評価する。自分で良かったじゃんって言える状態にしとくことって、もうめちゃくちゃ重要かなって思ってるんですよね。まあ、僕の場合は、まあ、普段のお客さんからいろんな顧問先さんからお客さんお仕事をもらって、そこでま、事業をやっていくっていうようなことをやってるんですけど、まあ、それってま、別に他者が決めるわけで、まあ、自分がコントロールできるわけじゃないじゃないですか。だからそれはもう、まあ、時が来るのを待ってするしかないと思うんで、まあ、自分のね、普段のやれることを頑張ってやってます。頑張ってやってるって言ったらま、おかしいんですけど、やってます。例えば、まあ、自分の頑張りや成長を自分で評価するっていう面でのお話で言うと、自分で言ったらその Google カレンダーに、まあ、今日やったタスク、今日やったことっていうのを、こう、時間列にこう、バーって入れていくんですね。で、やった中で、あ、もともとこう、設定した目標に対してちゃんとできたじゃんっていうので、自分を褒めたたえたりとか、そういうことをします。で、まあ、私、会社員だった時に、どんなことで自分の、まあ、頑張りや成長を評価したかっていうと、転送、まあ、for your information、まあ、よく FYI、海外だったら FYI って言って、まあ、これ参考のために、このシーン、これ多分お仕事のために使いますから、送っときますね、みたいな感じでやったりするんですけど、なんかそれをまあ自分の仕事の、自分のタスク以外に、あ、他の、同僚とか、上司の方が困ってるなって時に転送するみたいな、まあそういうことでまあ人助けをするみたいなことで、まあ自分の今日頑張ったじゃんっていうところを評価してたりはしてましたね。
あとはまあメールの返信の数。このブワーってきてるメールに対してこんだけちゃんと返信して解決しましたよっていうような数っていうのを、あ、今日はこんだけできたなっていう形で自分を評価してましたね。そうやって自分のね、頑張りや成長をまあ評価していくことによって、自分の中でのまあ自己肯定感って上がると思うんですよ。それって、たとえまあ嫌なことがあったりとか、他者から認められなかったとしても、あ、自分の中ではこんだけ成長したじゃんとか、自分の中ではこんだけ頑張ったじゃんっていうことを持っとくことってすごい重要なことだなっていうふうには思ってるんですよね。それは明日の、まあ、生活の活力にもなるし、自分はもうちょっとこういうふうな自己肯定感が上がっていくことによって、こんな仕事もやってみようとか、こんなこともできるんじゃないかっていうことで、その明日への行動の一歩につながると思うんで、まあ、そういうのを積み重ねていくことって僕は非常に重要かなと思ってます。私結構なんか自己肯定感自分ではこう、自分の中では高く思ってるんですけど、まあなんか人から言われた場合に、なんか田村さんって、まあストイックですよねとか、なんか田村さんってめっちゃ頑張り屋さんですよねとか、もっと気楽にしたらいいんじゃないですかとかっていうことで、なんかその自分の中でもこう頑張ってる、自分の中で頑張ってることって、他者から見ると、なんかポジティブなイメージもあれば、なんかネガティブなイメージもあったりするんですよね。なんかこんだけ、なんか自分の考えているイメージと他者から思われているイメージって、まあ、捉え方が全然違うじゃないですか。なので、そういうなんか他者のことってコントロールできない状態なんだから、まあ、自分で自分を褒めることって何者にも裏切らないと思うんですよね。はい。なので、まあ、自分のね、まあ、頑張りや成長っていうのは、まあ、自分の中で評価することでまあ十分なんだなっていうのはめちゃくちゃ思います。で、まあ、自分のね、ことを、まあ、話せる人の前、自分のことを安心して話せる人の前では、自分の頑張りや成長っていうのは、どん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 言っていいと思います。はい。そう、自分のことを安心して言えない方に自分の頑張りや成長を言ったとしても、なんかそれってなんか妬まれたりとかするじゃないですか。それって、いらないと思うんですよね。はい。なんか私も、大学生の時に読んだ、吉本孝明さんっていう方がめちゃくちゃ好きで、そこの引きこもれっていう本が好きなんですけど、そこに、書いてあったのが、まあ、これちょっとその当時読んでた時に思ってたので、いや、実際書いてねえよと思われたら申し訳ないんですけど、その、自分、相手がパンツを脱いだからって、自分もパンツを脱ぐ必要はないんだっていうのを言ってたんですよね。はい。その、なんか、自分のことを話せるタイミングっていうのは自分で決めればいいわけで、そのタイミングを他者からコントロールされるみたいな状態を作られたとしても、自分のペースは乱すなっていうことを、言ってたんですよね。まあ、要は自分本位というか、自分がいけるなって思ったタイミングで話せばいいんだよ。自分のいけるなって思ったタイミングで人を信用してもいいんだよっていうようなことっていうのを言われて、あ、すごいいいなって、あ、めちゃくちゃいいなと思ったんですよね。まあ、その自分の島を作っておくってことですかね。最近聞いてるジェーン・スーさんと桜林直子さんの隣の雑談でもお話ししてましたね。その自分の島とか自分のプールをまずしっかりと泳ぎ切れること。そこがまず重要で、そこから、まあ相手の、まあプールであったりとか、そこにこう飛び込むとか、そういうことをしていかないと、どんどんどん周り流されちゃうよみたいな話をしてたんですよね。どんどん流されたりとか、その他責になってしまうよって話をしてたんですよね。本当それはそうで、まずは自分の中でどういうことを考えているか、自分の中で楽しいことは何なのかっていうような、自分の中で完結できることっていうのをまずこう固めていって、そこから、あ、自分に持ってないものは何かなとか、自分に足りないものは何かなっていうのを、そこの時点で他者をこう見ていくみたいなのってすごい大事かなと思うんですね。そうすることで、まあ自分のね、自責の思考っていうのも持つことができる。自分の一個一個の行動に対してもポジティブになっていくと私は思ってます。まあそれって裏切らないと思うんですよね。自分の努力とか自分の信念って。その辺ね、すごい大事かなと私は思ってます。はい。本日のテーマはですね、身近なことから楽しみを見つけようというテーマでね、お話をしてきました。はい。なんか大それたこととか、なんか他の人がやってるからこれやんなきゃっていうようなことって、あると思うんですけど、まあそれもね、やった先には楽しいことがあるかもしれないんですけど、まあそのね、自分のお金の制約とか、時間の制約とかいろいろある中で、まあ普段のね、こう身近なことからこう楽しみを見つけて、あ、これもやったら楽しいなっていうような時間
を作っておくことって私は大事かなと思ってます。私もなんか育児をねし始めてから、なんか前まではこう目標とかを決めてやることが大事だよなと思ってたんですけど、なんかその目標をねよなんか作ることってなんかいらねえなっていう風にね思うようになりました。なんかこう目の前のね子供の成長をこう見届けるだけで楽しいなと、あーこんなことも成長したなとか、あこういうことも自分の中では分かってきたなとか、なんかそういうのをこう、なんていうんですかね、まあ、与えられた環境で楽しみを見つけるみたいなことっていうのは、なんか非常に重要かなとは思ってます。なので今日はね、皆さんにちょっと少しでもいいなって、仕事の、今後の仕事に活かせる話ができたな、いいなと思いお話をさせていただきました。はい、本日の収録は以上となります。ありがとうございました。はい、本日は最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。ぜひね、メッセージや感想などは、ツイッターでね、ハッシュタグ、サニーデイフライデーでツイートしてください。また、このサニーデイフライデーのね、番組自体をね、ブログサイトのノートにリンクをつけて貼っているんですけども、そちらでもコメント、メッセージも送れるようになってますので、コメントとかしたい方に関してはぜひ送ってください。また、サニーデイフライデーの番組のフォローやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また、番組のレビューもご協力よろしくお願いいたします。Spotify ですと、5段階評価でつけることができます。また、Apple Podcast ですと、レビューとコメントがつけられますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。今後のサニーデイフライデーフライデーの番組の配信の励みになりますので、ご協力よろしくお願いいたします。シャローシラジオサニーデイフライデー DJ の田村陽太でした。それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。今日も気をつけていってらっしゃい。